いやー、今日の美術の授業大変だったね。ね、大変だった。テーマもなしに自由に好きに描いていいって言われると逆に難しいよね。わかる、難しかった。とか言って、あんこの絵めちゃくちゃすごいじゃん。そんなことないよ。そんなことあるよ。だって、ちょっともう一回あんこの絵見せて。はい。うん。やっぱり動画にしか見えないよ、それ。やっちまったんだよね。いや、見たことないパターンのやっちまったなんだよね、これ。わ、すごい。写真みたいっていう絵はあれど、まるで動画みたいっていう絵は見たことも聞いたこともないもん。ほら、でも鉛筆でわーって絵描いてると手のここ黒くなっちゃうでしょ？うん、なるね。そんな感じ。ちょっとわかんなかったの。そんな感じ？そんな感じでこうなっちゃったんだよね。こりゃ不可思議なこって。まあ、でもこれ動いてはないんだもんね。そりゃそうだよ。鉛筆で描いたんだもん。鉛筆で描いてるんだよな。このカラフルな動く絵を。光の散乱を応用してます。なるほど。空が青く見えるのと同じ原理なのか。納得。簡単に言うとトリックアートみたいなもんだね。もう作詞の域超えてるんだよな。完全に動いてるように見えるもん。ほら今こっち向いて手振った。目の錯覚ですね。私スマホ控えよう。目疲れてるのかも。でも、ひなちゃんの絵もすごいよね。いやいや、あんこに比べたら凡人の絵ですよ。そろそろあの子帰ってきた？それがまだなんだよね。ほら。ああ、まだどっか行っちゃってるんだ。棒人間。そうなんだよね。私が描いた棒人間どっか行っちゃったんだよね。行っちゃったんだよね。先生にも言われたもんね。何も描いてねえじゃねえか。この時間何してたんだって。確かにこれだけ見たらサボってる人のキャンバスなんだけど、私は本当に大きい棒人間を描いたのよね。うちが証人です。ありがとう。で、証人あんこのおかげで、私が棒人間を描いたということは証明されたわけだけど、あの子、私が描いたら急に動き出して、キャンバス飛び出してどっか行っちゃったんだよね。ピクトグラムみたいな逃げ方だったよね。非常口の緑のやつね。確かにそっくりだった。ちょうど遊びたい盛りだもんね。そういうもんか。もう人間にもあるのか、そういうの。これから反抗期とか大変ですな、ひなちゃん。赤ペンで髪染めたりするのかな、もう人間の反抗期。それにしても、もっと絵上手くなりたいですな。ねえ。そういえばさきちゃん、すごい上手かったね。上手かった。さすが映像研究部って感じでしたな。自主制作でアニメとか作ってるって言ってたもんね。すごいな。あ、帰ってきたよ。ん？ほんとだ。で、ちょっと、この子。どうしたの？私、ただの棒人間描いたはずなのに、絵上手い人が描くタイプの棒人間になってる！これはこれは、あーっと驚きましたね。アートなだけにね。なんて言わせないよ。やっと描けた。すごい集中してたね、みずきちゃん。お、見慣れてた？うん、真剣な顔で描いてたから、つい。いや、うち絵とか苦手だからさ、柄にもなく頑張っちゃったわ。大丈夫だよ、みずきちゃん。イメージ通りです。にしても、この前の自画像描く授業よりむずくなかった？難しかった。やんな、うちめっちゃ苦戦したわ。私も、自画像は自画像で大変だったけど、逆にテーマなしで自由に絵描けって言われると、それはそれで大変だったよね。ん？そう。え？うちテーマはすぐ決まったからな、そこは苦戦しなかったかも。みずきちゃん、テーマ何にしたの？L-O-V-E-I 愛をテーマに書くんだよな、ギャルの癖して。分かってましたよ、分かってて確認させていただいたんですよ。愛のダブルチェックですとも。今日も M-I-Z-U-K-I みずき。あれ、でもテーマすぐに決まったなら何に苦戦したの？ああ、うち初めてやったんよね、この書き方。それでちょっと苦戦しちゃった。初めてやった？うん、うち点描で描いたんよ。点描で絵描くんだよな、ギャルの癖して。私調べ、ギャルがやらない美術の技法ランキング第1位だよ。点描地味だもん。点描大変だったでしょ。いや、さすがに25万個も手打ったから手疲れたわ。25万個も手打ってんだよな、ギャルの癖して。ちょっと待って、50分授業の中で25万個、単純計算1分に5000個、1秒で約83個点打ってたってこと？そんなの点々超えてもう点々ですやん。すごい数だね。数えてたの？うん、一点一点心を込めて打ったからさ。一点一点心を込めて打つんだよな、点描なのに。私は浅はかでした。点描の点って数あって何歩だと思ってました。違ったんですね。ネテロ会長の感謝の聖剣好きのごとく、一点一点心を込めて打つものなんですね。はぁ、最初は時間かかってたんだけど、だんだん慣れてきてさ、後半は音を置き去りにできるようになったわ。もうそれは完全に感謝の聖剣好きなんだよな。よ、水木会長。確かにそれなら50分で25万個いけそうですわ。なるほど、納得、解決ぞろりですわ。さすがだね。でも、どうして点描やろうと思ったの？大したことじゃないんだけどさ、この前ローナが言ってたんよ。うち、最近ミセスの点描の歌にハマってるんちゃ。点描の歌？なんそれ、美術の歌？違うちゃ。点描の歌は、愛の歌なんだちゃ。愛の歌。それでさ、点描で絵描いたら愛見つかれたなと思って点描にしてみた。ミセスの点描の歌に影響されて点描やんだよな。愛を求めし水木ちゃんだから。というかミセスの大ファンでもそんなことしないよ。点描の歌別に点描感ないんだから。これがどっこいバイザウェイ。そうやっちゃうのがみんなのアイドル水木ちゃんなんだよね。確かにいい曲だもんね、点描の歌。そうだ、実はうち曲はまだ聴いてないよね。曲はまだ聴いてないんだよな。あくまで水木ちゃんは愛のファンだから。でもいつか聴いてほしい、いい曲ですよ、点描の歌。そしてそれを聴いてる時のあなたの横顔を私は隣でいつまでも見ていたい。にしても我ながら結構傑作だわ。みずきちゃん、点描で何描いたの？ん？
漢字の愛。点描で漢字の愛書くんだよな。ギャルの癖して。美術と書道を同時にやっちゃおうっていうハイブリッド的思考ね。あーね。てーてーとギャルのハイブリッド、みずきちゃんだからなせる技ってことですね。変かな。いや、てーてーです。え？あ、いや、点々だなーというか、てーてーだなーというか、すごく愛って感じだね。ありがとう。やめっちゃ？何書いたの？私はですね、本当になんていうか、見せられたもんじゃないというか、なんと言いましょうか。いいじゃん。見せて見せて。これなんですが。私、下手くそなんだよな。オタクの癖して。オタクはアニメみたいな絵描けるって思われがちだけど、侮るなよ。それに組のさきちゃんみたいに絵うまいオタクもいるけど、私みたいな画力ゼロのオタクだっているんだからな。そして、実はみずきちゃんを描かせていただきました。この画力のおかげで本人にバレないことだけが唯一の救いですね。これさ、うちのこと描いてくれたの？この画力で読み取ってくれんだよな。みずきちゃんだから。きっとみずきちゃんはピカソのゲルニカ見て涙流せるタイプの人間なんだよな。私なんて初見で落書きみたいって思った愚かなオタクなのに。それは、ま、はい、ごめん、勝手に。なんで謝るの？ありがとう。こんなに素敵に書いてくれて。心が美しすぎるんだよな。みずきちゃんだから。時代が時代だったら、レオナルド・ダ・ヴィンチはモナリザじゃなくてあなたのことを書いたでしょうよ。そんなみずきちゃんと同じ時代を生きれて、私って幸せ。ねえねえ、ひなちゃん。どうしたの、あんこ。うちね、昨日面白い YouTuber 見つけたの。面白い YouTuber？ うん、これ見て。あれ？これ、柳瀬じゃん。そう、同じクラスの柳瀬くん。YouTube やってたんだ。知らなかった。どういう系やってるの？まあ、ジャンルで言うと考察系 YouTuber ですな。あー、今いっぱいあるもんね。何の考察してるの？ワンピースとか？うちらのクラス。うちらのクラス？そう、うちらのクラス、2年2組について考察してるの。何それ？どういうこと？まずはこちらをご覧ください。万文は100件にしかずって言いますし。100文は1件にしかずね。100倍しなくて大丈夫だよ、あんこ。あ、そうだ。もし動画を見てる途中で気になることとかあったら、こちらのしばしまたれいボタンを押してください。しばしまたれいボタン？ちょっと待てボタンではなく、しばしまたれい。あ、しばしまたれいボタンだ。それでは見ていきましょう。ほい。外団候補は人の常、火のないところに煙は立たず、噂の根源丸こと、人間憎みの柳瀬でーす。しばしまたれい。どうしたの、ひなちゃん。あ、ごめん。え、いや、柳瀬ってこんな感じだっけと思って。こんな感じ？ほら、いつも結構静かっていうか、おとなしいイメージだったから。電話の時だけよそ行きの声になるお母さんみたいな感じだよ。オンオフがしっかりしてるってことか。オッケー、続き見よっか。それでは、早速今日の考察テーマ発表しちゃいましょう。まずはこちら、斉藤みるさんと飯田ふとしくん、付き合ってる説。そうなの？こちらですね、二人で帰宅する姿の目撃情報も多く、かなり付き合ってる可能性は高いんじゃないかな、と思われます。さらには、おととい、匿名希望、かっこ、あかねさんから、みるちゃんとふとしは付き合ってまーす、という垂れ込みも来てるんでね、これはもうほぼ確定なんじゃないかな、と。しばしまたれい！どうぞ。なるほどね。これ、あれだ。このクラス。二年二組について考察してる系だ。そういう系です。斬新だね。斬新だよね。そして、あかねちゃんやっぱ口軽いね。それがいいところだからね。それにしてもこんなクラスの恋愛考察系 YouTuber やってるなんて、あんたも隅に置けないね。あ、照れるな。まあ、続き見てみますか。はい。次はですね、これはちょっとまだ確定じゃないんですけど、言っていいのかなぁ。まあ、でも言っちゃいますか。きっとみんな驚きますよ。誰の話だろう。ここだけの話。多分なんですけど、北川ひなさんは、僕のことが好きです。好きじゃないわ！ひなちゃん、これ。あ、ごめん。しばしまたれい！好きじゃないわ！いや、好きじゃないわはなんかごめんだけど、柳瀬は恋愛対象ではないよ。そう言い切るのは、まだ早いんじゃないかな。考察部分見てみないとわかりませんよ。答えは私が知ってるのに？これね、かなり考察したんですよね。まずそうじゃないかと思った根拠が2つありまして、1つ目がですね、学校にいるとき、北川さん、いつも僕のそばにいるんですよ。接近前後なんですけど、これも運命なのか？違うわ。まあまあ、もう一つ考察がありますから。これ、小田栄一郎さんがワンピースの考察動画見てるくらい滑稽な時間じゃない？で、二つ目がね、これ結構ガチヤバめな考察なんですけど、北川ひなって逆から読むと、なひわがたきになるんですよね。はい。もう勘のいいあなたならわかりますよね。ん？ここから、ひわがたきを消して、やとせを足すと、やなせになるんです。しばしまたれ！考察レベル1か！名前逆から読むとこまではギリわかるけど、そなたなんだ？ひわがたきを消して。ひわがたきってなんだ？ひわがたきなんて単語聞いたことないわ。造語です。でしょうね。採用されたのなだけかい。とか、こんなの誰が見てるの？2年2組の人。でしょうね。狭いな、ターゲット。そんなクラス密着型の YouTuber 見たことないわ。そんなに褒めてもらえるなんて嬉しいな。あんた結構ポジティブなんだね。まあ、僕はみんなのちょっとした話題の種になれればそれでいいのさ。そりゃ本当は夢原さんみたいなのにも憧れはあるけどね。夢原？さきちゃんのこと？ん？そうだよ。知らない？何を？夢原さん、YouTube やってるんだよ。登録者も7万人いるし、それなりに人気なんだよ。え？嘘？知らなかった。ほら。
ほんとだ、すごい。さきちゃんの絵ですな。自作アニメ載せてるのか、さすがだね。でも最近全く動画上げなくなっちゃったんだよね。そうなの？どうして？そんなの僕に聞かないでくれよ。おい、考察系。まあ、わからないけど、コメント見てみなよ。コメント？いっぱい来てますな。ん？これ。おはよう、やめっち。おはよう、みずきちゃん。ん？なんだこれ？どうしたの？お手紙入ってた。お手紙入ってるんだよな。令和のギャルの机の中のくせして。中身は何ですか？恋文ですか？気になって夜も眠れません。へえ、お手紙、なんて書いてるの？桐谷瑞希さんへ話があります。今日の放課後、体育館裏に来てください。乗ってさ、確定書つきたー。令和のギャルのくせして。体育館裏に呼び出しって、もう昭和と平成でやり尽くされたベタベタのあれですよね。まあ、麗しき瑞希ちゃんだからな。そりゃ世界は放っておかないよな。にしても一体どこのドイツだい。変な野郎だったら私は許さないからね。すごいね、呼び出しなんて。誰から？差出人は美術の広瀬先生だね。どうにで昭和流の呼び出し方なんだよな。昭和側の美術教師だから。いや、というかちょっと待ってよ。教師が呼び出しって、禁断の恋ってやつですか？めんどいな。せっかく明日から春休みだってのに。なんだろうね、話って。さあ、早く終わるといいんだけどね。今日うち早く帰りたいし。放課後なんかあるの？ん？いや、ちょっとダンスする約束入っててさ。ダンスするんだよな、ギャルだから。クラブで低音響かせ、音に身を任せ、都会控え男と踊ったりするのでしょうか。ダンス、いいね。やっぱりあれ？ EDM とかでノリノリって感じですか？ EDM？いや、うちらのは略すなら RTD かな。 RTD？ うん、ラジオ体操第3。ラジオ体操第3やんだよな、ギャルのくせして。いや、本当は分かってましたよ。みずきちゃんがクラブでドゥイドゥイはやってないだろうなとは思ってましたけど、ラジオ体操第3は予想外ですとも。というか、ラジオ体操第1とギリ第2も知ってるけど、第3とは？なんか、この前迷子になってるおばあちゃん助けたら、すっかり仲良くなっちゃってさ。ああ、地図書いて教えてあげたっていう。そう、その人、千代子ちゃんって言うんだけどさ。千代子ちゃん。毎日、朝と夕方にラジオ体操してるから一緒にどう？って誘ってくれたんだけど、さすがに学校あるし両方はいけないじゃん。だから今までは朝だけ参加してたんだけどさ、明日から春休みだし、夕方の方も参加してみようかなって。毎朝ラジオ体操してから学校来てたんだよな、ギャルのくせして。あー、てーてーな、ラジオ体操してんの、てーてーな。ラジオ体操第3がどんなのか知らんけど、多分こういう足曲げるようなやつ、みずきちゃんのことだからちゃんとひし形になるくらい曲げるんだろうな。そのひし形に挟まれたいと願うのは罪なことでしょうか。やめっちもくれ。あ、いや、第1もやるよ。じゃあ行きます、じゃあ行きますって言っちゃうんだよな、オタクだから。別にラジオ体操第1があるなら行こうかなとか、そういうわけじゃないんですよね。シンプルに断るのが苦手っていうのと、誘ってくれてる相手がみずきちゃんとなれば、仮にラジオ体操第4だろうと行くしか道はないんすよね。やった、楽しみだね。そうだね、楽しみだね。ん、やめち、その机の中に入ってるの何？え、あ、ほんとだ、なんだこれ。お手紙みたいだね。なんで？三月やめさん、話があります。今日の放課後、体育館裏に来てください。いや、まさかの私も呼び出し食らってるんだよな、オタクのくせして。広瀬先生から？そうだね。これさてはあれだろ、普通に呼び出しだろ。ウキウキドキドキ告白チャレンジじゃなくて、職員室に呼び出したりするそういうやつだろ。だとしたらややこしいんじゃい。なんで場所設定体育館裏なんじゃい。教師が生徒呼び出すなら職員室、スマブラみんなでやるなら神殿と書いてハイラル、これ常識でしょ。まあ、私スマブラみんなでやったことないんですけどもね。しゃあない、放課後一緒に行こうか、体育館裏。うん、私なんかしたかな。さて、来たか、お前ら。こんなとこに呼び出して、どうしたんすか？どうしたんすか？じゃないだろ、桐谷。お前ら、自分の状況分かってないのか？状況？何のことすか？桐谷と美月、お前ら二人とも、このままだと留年だぞ。留年？わ、毎日ちゃんと授業受けてるし、課題もやってる私がなぜ？ちょっと待って、どういうこと？確かにうち前までは学校サボったりもしてたけど、最近はちゃんと来てるし、授業も割ときちんと受けてるつもりなんだけど。それは私が保証しまして。あのな、ただ授業受けてるだけじゃ単位注文はあげらんねえのよ。と、ちょっと一服いいか？いや、体育館裏で一服って昭和なんだよな、昭和顔の教師だから。いや、タバコかと思ったらシャボン玉なんだよな、令和だから。そりゃそうですよね、令和ですもんね。一服って言ったらシャボン玉ですよね。お前ら、この前の自由テーマの授業覚えてっか？うん、うちが点描で描いたやつっしょ。私がめっちゃ下手な絵描いたやつだ。そうだ、あれな、良すぎた。良すぎた。ああ、桐谷、お前のあの点描での愛って字、先生感動したよ。あんなにエネルギッシュな作品見たことね。最高だった。はざす。そして、美月。はい。お前のあの絵、最高だった。なんか言ってほしい。
私の絵もここが良かったとか言ってほしい。言葉にならないみたいな感じで逃げずに言葉にしてほしい。大切なことは言葉にして伝えてほしい。不安になるわ。とにかく最高だった。お前らの作品。それで、それと留年がどう関係してんの？確かにそうですやん。ああ、お前らな、良すぎたから特別課題を用意した。特別課題？What's going on？明日から春休みだろ？どうせ暇してるんだ。あることをやってもらう。それができなければ単位はやらん。は？なんそれ？昭和すぎるだろ。おい！文句は言わせねえ。俺が決めたことだ。とりあえず、詳しくは部室行って聞いてくれ。顧問に話し通してあるから。部室？部室って？あ？映像研究部に決まってんだろ。いやー、それにしてもびっくりしたね。急に体育館裏に呼び出されるなんて。ね、びっくりした。私なんかしたっけと思ってずっとハラハラしてたよ。わかる。うち思い当たることがあったから余計に怖かった。思い当たること？怒られるようなこと？うん、それは今日の朝の出来事でした。はい。うちはアロゴとかリップクリームを二度漬けしちゃいました。問題なしだね。え？いや、全く問題ないよ、あんこ。一歩は串カツのタレみたいに二度漬け禁止とかないもん。いっぱい塗ろう。乾燥するし。でもまだあるの。まだあるの？学校来る途中でね、飛行機が飛んでたの。お、飛行機。でね、窓から街を見下ろしてる人が見えたから、グッて返したのね。うん。でも、よく見たらギリシャの人だった。ああ、ギリシャじゃグッドポーズは良くない意味になるって言うもんね。やらかしてしもた。でも大丈夫だよ、あんこ。大丈夫？うん。だってあんこは視力53万あるから飛んでる飛行機の中の人が見えただろうけど、多分相手からは豆粒ほどの大きさにも見えてないもん。だから大丈夫。それもそっか。そうだよ。でもまあ一応、もし海外行くときは気をつけないとね。そうですな。海外といえば、また旅行とか行きたいね。行きたいですな。明日からせっかく春休みだってのに、まさか美術の特別課題なんてね。ね。でもひなちゃんすごい絵褒められてたもんね。いやいや、あんこの方こそ。で、問題はそこなんだよね。どこ？ほら、普通さ、点数低くて補習とかならわかるけど、めちゃくちゃ褒められた上で特別課題って、よくわかんなくない？ミステリーですね。ミステリーですな。まあ、先生に聞けばそれもわかるか。それにしても遅いね。そうですな。お疲れーす。あんちゃんじゃん。おし、みっちゃん。あれ、あんこの知り合い？あー、うちら同じじゃないよ。日の鳥中っす。へー、中学一緒なんだ。みっちゃん、愛探してるから、うちとよく遊んでたんだ。愛探してる？ん？愛探してる。それとあんこ、何の関係が？ほら、あんちゃん目いいでしょ。一緒に探したら愛見つかるんじゃないかなと思って。ね。結局見つかりませんでしたな。なーに、まだまだ探し途中よ。見つかったら教えんね。おーい。仲いいんだね。いやー、でも高校入ってから話すのめっちゃ久しぶりよね。うん、久しぶり。あ、しまった。申し遅れました。2年5組の桐谷瑞希です。以後お見知りおきも。いえいえ、こちらこそ。2年2組の北川ひなです。視力は 0.8 です。よろしくお願いします。うちはあんこ、視力53万あります。よろしく。ぬひょぬひょ、不意に全員の視線を浴びたから変な声出ちゃったんだよな。うたくたからくー、油断したわ。みずきちゃんと二人で特別課題だと思ってたから油断したわ。油断してたら会話入るタイミング見失って空気になってたわ。というかみずきちゃん、中学生の時にはすでに愛探してたんだ。絶対な。そして今の私は適水性評。ようやくすっとマジ気まずい。なんだよな。ぬひょさん？やめっちっていうの。うちと同じクラス。マジ神なんだよな。ギャルの苦戦してよく考えたらゴッドも G、ギャルも G、二つ合わせて GG。みずきちゃんからのパス、無駄にしないよ。ここから挽回します。ダメ。発進やめです。よろしくお願いざます。かんだ。しかも致命的な髪型した。ざます言うてしもた。絶対ひねくれ倒した金持ちの娘か、アニメの見過ぎで狂ったオタクって思われた。よろしくお願いします。よろしく。あれ、スルーされた？気づかれてなかった？二人とも美術の特別課題？そうなの。そうでござる。そうでござる。そっか、何なんだろうね、特別課題って。ね、春休み中に、あることをやらないと単位は上げないって、むちゃくちゃだよね。まったくでござる。まったくでござる。内容は映像研究部の顧問に聞けって言われたんだけど、そういやここの顧問って誰なん？あー、3年1組の担任らしいよ。へー、3年生の担任か。なんて人だろう。名前なんだっけなぁ。あ、ちょうど来たみたいだよ。なりっござるわ。ごめん、遅くなっちゃった。ってことで、まずは集まってくれてありがとう。私は3年1組の担任兼、ここ映像研究部の顧問をやってる塚越翔子です。2年生のみんなとは直接は接点なかったけど、実はちょこちょこ噂は聞いてるよ。噂？うん。あなたは、2年2組の北川ひなさん。はい。よく教室でもんじゃ焼いてるんでしょ？え？はい。まあたまに。すごい上手みたいね。いやー、それほどでも。あなたは、西山あんこさん。びっくりするくらい目がいいって聞いたけど。視力53万あります。あなたは桐谷瑞希さん。保健体育のテストずっと満点なんだって？まあ、でもまだ愛の所在はわかんないですけど。それで、あなたは、みつき、みつき、やめです。やめさんね。よろしく。いや、私のことは多分、一ミリも噂になってなかったんだよな。影の薄い、へいへいぼんぼんなオタクだから。というか逆なのよ。私の影が薄いのは前提としても、何？教室でもんじゃ焼くって。自由か！そして、きっともう他で言われたことあるんだろうけど、あえて言おう。何？視力53万って、フリーザなの？みずきちゃんはいいよって言ってから。保健体育で挙手して質問する唯一の人類、いわば人間国宝なんですから。さて、まあそんな困難で突然集まってもらったわけだけど、みんな広瀬先生からなんか聞かされてる？いや、特別課題をやらないと単位やらないぞ。
確か。内容は顧問から聞けってさ。左に同じです。左？いや、あなたの左、誰もいないよ。何か見えてるのか？視力53万もあるから、量子レベルで何か見えてるのか？なるほど。広瀬先生っぽいね。特別課題って何なんですか？そうだね。その前にまず一つ質問なんだけど、みんなは夢原咲ちゃんって知ってる？知ってます。同じクラスですし。友達です。あの、私も趣味とか近くて友達と言っていいのかわからないですけど、同志的な。うちは接点ないかな。なるほど。ありがとう。咲ちゃんは特別課題と何か関係あるんですか？うん。というより、一言で言うなら、みんなで咲ちゃんと一緒に作品を作ってほしいの。作品？どういうこと？あ、みずきちゃんと被った！私の心の声とみずきちゃんのリアルボイスがシンクロした！これ今日はいい夢見れそうですわ。まずね、ここ映像研究部って、名前こそ部を名乗ってるけど、部員は咲ちゃんだけなの。え？そうなんだ。アニメとか作ってるって言うからもっといっぱいいるのかと思ってた。うちも5万5000人くらいいるかと。いや、東京ドームの収容人数じゃん。そんな部活見たことないよ、あんこ。はい。桐谷さん、どうぞ。挙手して質問。はい、てて。そもそも一人だけで部活動ってできるの？うん。この学校は定期的に活動報告さえしていれば、仮に部員が一人でも部活動って認められるの。へぇ、そうなんか。さきちゃんの場合、自主制作アニメを作ってネットに公開してたから、それで、ああ、この前見たやつか。YouTube のやつだね。あ、YouTube も知ってるんだね。はい。まあ一応。でもなんか、最近動画上げなくなっちゃったって。そう、今回みんなに話したいのはその件なの。今日もお盛んだね、トムさん。にゃーん。よしよし、それじゃ、そろそろ私は行くとするよ。にゃーん。どこ行くって？そうさね。明日から春休みだし、久しぶりにあそこでも行きますかな。なるほど。つまり、このままさきちゃんが絵を描かず動画を出さなかったら映像研究部は廃部になっちゃう。だから私たちに作品を作るよう説得してほしいってことですか？いえ、説得というより、せめて理由が知りたいの。どうして絵を描くのをやめてしまったのか。前まであんなに楽しそうに描いていたのに。はい。どうぞ。挙手して質問、いかどうぶ？それ、どうしてうちら4人なの？私も気になってました。さきちゃんが絵を描かなくなっちゃって、部室にも来なくなって、それで私、広瀬先生に相談したの。そしたら、ほう、夢原、いい絵描くのにな。そうなんです。理由を聞いても教えてくれなくて。美術の広瀬先生なら何かわかるかと。そういうことなら、適任がいますよ。適任？ええ、2年2組の北川と西山、それから、5組の桐谷と美月。あいつらなら何とかしてくれるでしょう。さきちゃんの友達ですか？ん？いや、あいつらの友人関係なんて知りませんよ。え、じゃあなんで？今日の授業で、あいつら4人も個性的でいい絵を描いてたんです。はあ、いいものを作るやつってのはね、互いに通じ合うものがあるんですよ。まあいつらには適当に特別課題とでも言って集めておきますから。って言われたの。昭和が過ぎるんだよな。昭和顔の教師だから、ロジカルが重宝されるこの時代にドントシンクフィールを未だに進行しやがって。お前らこのままだと留年だぞって言われた時は本当にビビったんだからな。あのクソ教師め。そういうことだから、もちろん強制はしないし、単位だって大丈夫。ちゃんとその辺は私の方から広瀬先生に話しておくから。ただ、できることなら理由が知りたい。そして、よかったらそのためにみんなの力を貸してほしい。一つ聞いてもいいですか？どうぞ。先生は、あくまで映像研究部の一顧問ですよね。ええ。どうして、さきちゃんのためにそこまでするんですか？私ね、実は美術のことなんて何もわからないの。え？映像研究部の顧問なのにですか？私、国語の教師だし、ここの顧問だって半ば成り行きだったの。でも、さきちゃんの絵にはなぜか心を動かされた。先生、見て！空飛ぶ爪切りのアニメ作ってみた。何それ？え、すごっ！何これ！言ってみたらただのファンね。だから、願わくば新しい作品が見たい。もし、辞めるなら辞めるでも理由が知りたい。ただそれだけ。わかりました。どうする？あんこ。うちもさきちゃんの絵好きだし、みんなでアニメ作るとか楽しそう。一緒だね。やめちゃんはどうする？わだよ！わ、うん。でも、そうだね。話を聞いてみるところからかな、と。桐谷さんはさきちゃんと接点ないって言ってたけど、どうかな？やるよ。ホーミーズのホーミーズはホーミーズだし。友達の友達は友達なんだよな、ギャルだから。ありがとうって言っても、まずはどうしようね。さきちゃんと話をせねば。そうだね。とりあえずさきちゃんには明日ここへ来るように伝えておくよ。そこでみんなから一度話をしてみてほしい。先生は？私は仕事でやらないといけないことがあるから、みんなだけで。オッケー。じゃあ取り巻きは解散かな。そうだね。それじゃあ。春の特別課題、映像研究部を守ろう大作戦の始まりですな。守ろうって。別にまだ亡くなると決まったわけじゃないでしょ。あ、その件だけどね。ん？どうしたんですか？先生。これ、言わないでほしいって言われてたんだけど、実は、さきちゃん。イエーイ！盛り上がってるか？お前らー！わーキャー！明日から春休みだし、今日はバチバチに飛ばしていくぜ！イエーイ！ついてこれるのか？イエーイ！本当にやれんのか？人から来たらとりあえずライブ MC やるんだよな。オタクだから、まして明日
から春休み。もう私を止めるものなんて何一つないのだ。解き放て、真の私を。それじゃあ、一曲目から盛り上がってこうぜ。うっせぇわ。うっせぇわ歌うんだよな。人からだから。もう何度も入れすぎて番号覚えちゃったから。え、何？さすがに弾く？うっせぇわ。はぁ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。あなたが思うより結構だと思う。メロンソーダです。てか、ノートさんは来たな。てか、次何入れる？てか、あ、電話入ってるわ。店員に来られたらマイク置いちゃうんだよな、オタクだから。こればかりは週3で人から来てても慣れぬ。いつか店員の前でもうっせぇわを全力で歌いたい。そうだ、私の今年の抱負それにしよう。よし、そうと決まれば仕切り直してうっせぇわからやり直しますか。はぁ、うっせぇ、うっせぇ、うっせぇわ。あなたが思うより健康だと私は思うけど、あなたはどう思いますか。で、あ、ごめんなさい、部屋間違えました。いやー、まさかカラオケで会うなんてね。お、私もびっくりしたよ。やめちゃんも人からとか来るんだね。まあ、たまに？たまに？週3くらい。寝れ物だねー。いや、それほどでも。さきちゃんはよく来るの？私はね、しばらく来てなかったんだ、カラオケ。でも明日から春休みじゃん？人からでもして発散するかーと思いましてね。そうなんだ。いいよね、人から。よいよい。感想めちゃくちゃ長い曲とかも遠慮せず入れられるし。なんちゃってハモリも練習できるしね。私、米津玄師のレモンで上だけ歌ったりするわ。わかる！私もやったことある！さすがやめちゃん。貴重なお一人様タイムをお邪魔してごめんね。そろそろ私はおいたましますよ。あの、さきちゃん。ん？大丈夫だよ、やめちゃん。え？やめちゃんが一人で全力うっせぇわ歌ってたの、誰にも言わないから。いや、心配してなかったよ。むしろ言われて改めて恥ずかしくなったし不安になったよ。はは、冗談だって。どうしたの？あの、さきちゃん、絵描くのやめちゃったの。どうして？いや、あの、今日ね、翔子先生から呼び出されて。呼び出し？うん。まあ、正確には広瀬先生から呼び出されたんだけど。それでね。何それ、見事に巻き込まれたね、やめちゃん。こんなしょうもないことに。なんかごめんね。いや、全然。どうせ春休みも暇だったし。そっかそっか。だから翔ちゃんから明日部室来れるって連絡来てたんですな。そう、みんなで一度話したいなって特に話すことなんてないよ。春休み入ってまでご苦労様です。でも、どうして？だから理由なんてないって。強いて言えばさ、ほら、こうやって遊んでる方が楽しくない？え？絵描くってさ、地味なのに地味に大変なんよ。腱鞘炎にもなるし、目も疲れるし、だったらペンよりマイク握ってる方が楽じゃん？でも、さきちゃん。やめちゃんにはわからないよ。え？とにかく、私は今が楽しいんだって。そっか。まあでも、そんな顔されちゃ仕方あるまい。わかったよ。とりあえず明日は学校行くよ。ほんとほんと、嘘はつきませんって。それじゃね、人から楽しんで。あ、うん、また明日。何にも知らないくせにさ。おはよう、あんこ。おはよう、ひなちゃん。どうしたの、あんこ。急に駅に呼び出したりなんかして。ごめんね、こんな朝早く。うん、どっちにしろ私も学校行く準備してたし、それは大丈夫よ。それにしても、いい朝ですな。いい朝ですな。それより、ちょっといい？どうしたの？何それ？え？その手に持ってるやつ。魚。魚だよね。伊藤くんって言います。伊藤くん？ほら、あの、鮭科の。あ、日本最大級の淡水魚。伊藤ね。そうそう、その伊藤くん。絶滅危惧種にもなってる伊藤くんね。人間の伊藤さんはいっぱいいるのにね。日本で5番目に多い名字だもんね、伊藤さん。え、そんなことはいいのよ。なんであんこ、魚の伊藤持ってるの？朝釣りでもしてきたの？うん、もらったの。もらった？誰に？駅前によくいるでしょ？フィッシュ配りの人。フィッシュ配りの人しか知らないよ、私。うちも一瞬ティッシュ配りの人かなと思ったんだけど、よく見たらフィッシュ配りの人だったんだよね。フィッシュ配りの人だったんか。取れすぎた港町から来たのかな、知らんけど。ていうか、そもそもこんな朝早く何してたの？うちね、朝活してきたの。朝活。いいね。どっか行ってたの？まずね、朝4時に鮮魚市場に行きまして。仕入れ。え？いや、仕入れじゃん。美味しいお寿司屋さんとかがやるやつだよ、それ。生きのいい魚を見極めたくてさ。仕入れ。腕利きの料理人が言うやつだって、それ。うち、視力53万あるもんで。見極められそう。いい魚、見極められそう。でね、うん。美味しそうなイカがあったからおつまみに買おうかなと思ってね。スルメ的な？私も好きなんだよね。ああいうおじさん系のおつまみ。うんうん、でっかい生のイカ。だから仕入れだよ、それは。学校行く前の JK が買うもんじゃないんだから。でっかい生のイカ。スルメもだけど。うちもさすがに学校行く前に買うのもなと思って、結局スルメにしたの。スルメでいいかって。イカなだけにね。で、お会計しようとして、いくらですかって聞いたら、これはスルメだよって言われてね。
ああ、鮮魚市場なだけにね、魚のイクラと間違えたって話ね。それで、違うんです。そのスルメが欲しいんですって言ったら、たこ焼きとだったら交換してやるよって言われたの。物々交換の時代かな。コツコツ交換は貯めるものだよね。それはそうだね。信用と交換はコツコツ積み上げるものだね。最近、巷では組み立て兄さんが流行ってるもんね。積み立て兄さんかな。組み立て兄さんは多分組み立てられた兄さんだよ。組み立てられた兄さん？あ、違うよ。私にそんな兄さんがいるって意味ではなくて、組み立て兄さんがいるとしたら、それはきっと組み立てられた兄さんなんじゃないかな。っていう。いや、これ何の説明？それでね、うん、うちたまたまたこ焼きを持ち合わせてなかったからスルメ買えなくてね。たまたまたこ焼き持ち合わせてる人の方がレアだから大丈夫だよ、ほんこ。そしてうちは市場を後にし、駅を歩いていたらティッシュ配りの人にこれをもらったのだった。ここへ繋がるのか。朝活っていうかほぼ仕入れだったね、あんこ。ふふふ、朝活の本番はここからなのだよ、ひなちゃん。え、まだ何かあるの？もちろんですとも。ひなちゃん、朝活といえば何ですか？朝活といえば、はい、朝活といえば、朝活といえば、ダメだ。私、朝弱すぎて朝活って概念がないらしい。朝活といえば何ですか？教えてください、師匠。朝活といえば、癒しなのです。よし。朝起きて、自然に囲まれながらゆったりと癒しの歌を聴く。これが最高の朝活なのです。なるほど。え、これからその癒しの歌とやらを聴きに行くと。そう、この前森を散歩してたら、路上ライブやってる人を見つけたの。ん？森の中で路上ライブ？うん、森の中で路上ライブ。おー。その人の歌すごく良かったから、ひなちゃんと一緒に聴きたいなと思って呼んじゃった。なるほど、ありがとう。じゃあ行こうか。うん。て、これさては、森の中で森の熊さん歌ってるの聞きに行って終わるとかそういうオチじゃないよね。違うよね。でも、あんこのことだからな。絶対ボケてくる。絶対ボケてくる。絶対ボケてくる！心を何に例えよう。鷹のようなこの心。どう？癒されるでしょ？苔なしの癒し！最高！うちも特にないけど、これでいいか。あんちゃん何その魚？糸。糸って、あの酒かな？うん、日本最大級の淡水魚、糸。ちょうど今ぐらいが旬だもんね。そう、美味しいと思う。ひなちゃん、これもんじゃにできる？私が何でももんじゃにできる人だと思ってない？なんか、できない？まあ、できるんだけどもさ。そういや、それで思い出したけど、文化祭の時ニクミって iPhone 作ったんでしょ？ああ、それはあんこだけね。焼きそばの材料で iPhone できちゃったんだよね。できちゃったんだよね。なんだ、できちゃったんか。いや、何の話してんのか全然わかんないんだよな。凡人をかたどってできたオタクだから。焼きそばの材料で iPhone できちゃったって何？日本語？ヒンディー語？アゼルバイジャン語？とにかくこういう時は存在感を薄くして空気に溶け込む。それがオタクの教える処世術。ところで iPhone ってさ、やっぱり愛と何か関係あるのかな。 iPhone の愛を愛だと思ってるんだよな。愛を求めし水木ちゃんだから。ヘイシリ、愛って何？それは水木ちゃん、あなたのことです。それはジョブズに聞かないとわかりませんな。今の社長はティム・クックだよ、あんこ。クック、クック。そっかそっか、みたいに言うけども。ねえ、話変わるんだけどさ、そこの、おー、皆さん、お集まりで。おはよう、さきちゃん。おし、さきちゃん。キリタニミズキと申します。よろしくお願いいたします。いや、初対面の人には丁寧な挨拶すんだよな。ギャルの癖して。ちょっと待って。私にはいつも、おはよう、やめっち。だよね。え、ひょへ、これって私とは親密な仲ということでよろしい？もろこし？大根おろし？おはよう。おはよう、おはよう。なんか、ごめんね。春休みだってのに。昨日、やめちゃんから聞いたよ。これあれでしょ？翔ちゃんに集められたんでしょ？翔ちゃん？あ、ほら、翔子先生。私が部室来なくなったから気使わせちゃったみたいだね。先生と仲いいんだね。ん？まあ、第一号ですからね。第一号？そんなことより、貴重な春休み、わざわざご足労いただきありがとうございます。そして、特に私から話すこともないので、これにて解散していただければと思います。あれ？何みんなポカーンとしちゃってんの？私がなんで絵描かなくなったか、それを聞きに来たんでしょ？なら答えは簡単。絵を嫌いになったからでーす。だってそうでしょ？絵なんて描いてもつぶし効かないしさ。今時世界的に見れば、アニメって言ったら 3D アニメが主流。今更手書きでちまちま絵を描いたって、コスパ悪いったらありゃしないのよ。ので、私は絵をやめました。以上、解散！ちょっといい？ん？何？どうして嘘つくの？嘘？何のこと？え、嫌いになってないでしょ？はい？どうして絵を嫌いになったなんて嘘つくの？あのさ、桐谷さんって言ったっけ？水木でいいよ。いや、いいよ。仲良くなる気なんてないし。桐谷さんさ、私と初対面だよね。私の何を知ってんの？何も知らない。ただ、あなたが絵を嫌いじゃないことはわかる。何それ、意味わからん。っていうか私、ギャルってそもそも生理的に無理なんですよね。それ今関係ある？あるよ、大あり。この物質、私の物質なんですよね。だから、出てってもらえませんかね。
いいよ、出てくよ。ただ、嘘つくのは良くないと思うよ。だからなんだよ、嘘って。あんたに嘘なんかついてないわ。本心から出てってって言ってんの。うちらにじゃないよ。自分に嘘つくなって言ってんの。ああ、もういいよ。私の方から出て行きますよ。とにかくご苦労様。もうここには来ないから、翔ちゃんにもよろしく。それじゃあね。わあ、怖かった。あんなさきちゃん初めて見た。怒ると怖いんだよな。オタクだから普段おとなしい人ほど怒ると怖いですからね。ビビり散らかしましたとも。なんでさきちゃん演技してたの？演技？私も思った。なんかわざと嫌われようとしてなかった？してた。そうなの？嫌いになるわけないのにね。うん、友達だし。うち余計なこと言っちゃったかな。大丈夫だよ。あんなの本心じゃないし。さて、どうしますか？行きますか、さきちゃんのとこへ。そうなりますよね。私も行ってよろしいでしょうか？もちろん。みずきちゃんは？うちは残るよ。先生に聞きたいこともあるし。わかった。それじゃあ行ってくるね。明日またここで。行ってらっしゃい。あれ？桐谷さんだけ？みんなは？さきちゃんのとこ。さきちゃんのとこ？向こうは大丈夫だよ、きっと。それより先生、一つ聞きたいんだけどさ。ん？この絵って、さきちゃんが描いた絵でしょ？え？うん、そうだね。この前の美術の授業で描いた絵って言ってた。いらないから先生にあげるって、ここへ。やっぱりね。やっぱり。さきちゃんは絵を嫌いになったりしてない。うち、愛が何なのかはまだわからないけどさ。この絵には、愛をバチバチ感じるもん。さきちゃん、やっぱり出ないね。本当にもう私たちと話したくないのかな。話してみればわかるよ。そのために来たんだし。そうだよね。結局、さきちゃんの家の前まで来ちゃったしね。と言っても電話も出ないし、どうしよう。大丈夫だよ、ひなちゃん。うちに作戦があるのです。作戦？これを使えばいいんだよ。ん？ほい、糸電話。ああ、なるほどね。その手があったか。その手があったか。確か3コインズの紙コップだと音質いいんだっけ？そう、だいぶクリアに聞こえるよ。糸電話に音質とかあるんだ。糸電話、奥深い。でも、さきちゃんって4階だよ。どうするの？うちがサーブで飛ばす。その手があったか。その手があったか。パンコ、球技大会の時、バレーのサーブで天井にボール53個挟んだことあるもんね。4階まで糸電話飛ばすぐらい余裕か。余裕です。あー、私も何個か挟んだことあるわ。運動神経のうの字も知らないオタクだから。それじゃ、頼むよ、あんこ。任せとけ。ふぅ、すっかり片付いてきちゃいましたね。いつもは狭い狭い思ってた部屋が広く感じますな。これも片しちゃいますか。おーい、さきちゃん、さきちゃん。ん？あんことひなの声？なわけないよね。私ってば何を。さきちゃん、落とせよ。ん？やっぱり声するわ。一体どこから。落とせよ、落とせよ。何これ、糸電話。もしもし？あ、応答した。さきちゃん？ちょっと何これ？あんこ？こちらあんこ。ひなもいます。やめもいます。何やってんの？糸電話で電話かけられたのなんて、私初めてだよ。うちも初めてかけた。だって、さきちゃん電話出てくれないから。まったく、もう話したくないって言ったじゃんか。でもさきちゃん、寂しそうな顔してたから。視力53万のあんこには何でも見抜かれちゃうね。視力 0.8 の私にだってさきちゃんが演技してるのぐらいバレバレだったよ。私は気づきませんでした。ごめんなさい。そっかそっか。なんかそう思ったらめっちゃ恥ずくなってきたわ。頑張ってるなーって思ってたよ。おいおい、油絵並みに端の上塗りしてくるじゃん。最後がいい絵になってれば重ね塗りも悪くないでしょ。棒人間しか描けないひなが言うね。お、絵馬マンとかやるんか。やらないよ。それに私はもう絵は描かないって。どうして？どうしてって。私たちさきちゃんの YouTube 見たんだ。え、そうなん？翔ちゃんから聞いたの？うん、やませ。あいつめ。もう、なんで私たちに教えてくれなかったの？なんか、恥ずいじゃん。クラスメイトに見られるの。じゃ、なんでやませは知ってたの？いや、彼も YouTube やってるでしょ。まあ、やってるもん同士ならいいかなって。なるほどね。そういや、あいつ、ひなが自分のこと好きだっていう考察動画あげてたよ。見たよ。ちゃんと否定しておいたよ。そりゃよかった。だったら困るよ、本当に。そんな話じゃなくて、それでやませに言われて見てみたのよ。何を？コメント。あー、それで？よくわからなかった。まあ、わからないけど、コメント見てみなよ。コメント？いっぱい来てますな。ん？これ、何が問題なの？え？だってほら、いいコメントばっかだよ。賞賛の嵐ですな。違うよ。もっとよく見てよ。悪いのもあるでしょ？この、
下手くそとか。そう。リッカー版パクリ。そうそう。でも、こんなのたまにしかないよ。ほとんどいいコメントだね。わかってないなぁ。人っていうのはさ、ポジティブな意見よりネガティブな意見の方が100倍大きく聞こえちゃうもんなのさ。そういうもの？まあ、夢原さんがそれに心を痛めてるかどうかは知らないけどね。そんなこと言ってたんだ、柳瀬。うん、格好つけながら。想像できるわ。まあでも、それが原因かと言われれば違うのかな。というか、別にこれっていう一つの理由があるわけでもないんだよね。なのに、やめちゃったの？私さ、好きなんだよね。知ってるよ。そっか、そうだよね。そう、好きなのよ。正直、絵しか取り柄ないって自分でも思うくらい好きなの。でも、だからやめたの。好きなのに？ほら、よく言うでしょ。結婚は2番目に好きな人としろって。本当に大切で好きなものであればあるほど、それを傷つけられるのが怖い。失うのが怖いんだよ。それと同じでさ、絵しか取り柄がないなんて思って生きてる私に、それこそ下手くそだの、よくこんな絵見せられるなだの、いろいろ来るわけさ。いや、別にそう思うのは勝手だし、コメントくれてるだけありがたいよ。ただ、そんなこと言われながら、それを我慢して飲み込んで消化して、そこまでして書くものなのかなーって。世界には私より上手い人なんて山ほどいるし、今時 AI でだって絵は描けるしね。それが絵をやめた理由？まあ、帰らんていくらでもいるのよ。私が絵を描いたって描かなくたって、世界から戦争はなくなりゃしないし、税金だって安くならんのよ。でも、うちさきちゃんの絵好きだよ。私も好き。恐縮ながら私も。ありがとう。まあ、でももういいのよ、絵は。そっか。じゃあ、そんなことより、そろそろ本題に。そんなことよりって、なんで私が絵描かなくなったかを聞きに来たんじゃないの？まあ、それもあるはあるんだけど、それはもう別にいいよ。ね。うん、さきちゃんのことだから、さきちゃんの好きにすればいいと思う。じゃあ何しに来たの？さきちゃん、もうすぐ転校しちゃうんでしょ。翔ちゃん？うん、翔子先生から聞いたよ。言わないでって言ったのに。ひどいよ、なんで言ってくれなかったの？知ってたらもっといっぱい遊べたのに。そうだ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 。だからだよ。え？どうせあんたらのことだから、いっぱい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 思い出作りにでも付き合わされたでしょ。うん、いっぱい誘ったと思う。とりあえず海山川ディズニーは行くよね。3月だよ、海入れないでしょ。沖縄3月に海開きしてるよ。ダチ勢すぎでしょ。富士山も登らないとね。私修行でもさせられるん？そうでなくても普通にギリギリまでもっと遊ぼうよ。それが嫌なんだってば。なんで？なんでって寂しいじゃんかよ。私、人付き合いとか苦手だから、今まで友達とかも全然作れなかったのに。なのに、あの学校の奴らと来たら、あんたら含めて変な奴らばっかりでさ。そこは共感です。私の絵見て上手いだのなんだの、嬉しいじゃんか。好きになっちゃうじゃんか。離れたくなくなっちゃうじゃんか。さきちゃん。だから、しれっと黙っていなくなりたかったよ。絵だって、人間関係だって一緒。疲れる喜びより、嫌われる恐怖の方が大きいんだよ。どうせ離れ離れになるんなら、思い出なんていらない。身軽な方が旅に出やすいでしょ。大丈夫だよ、さきちゃん、うちら繋がってるもん。この紙コップと糸でね。でもこれだって切ったら。違うよ、私たちは繋がってるよ。だって友情はワイヤレスだからね。アホだね、ほんと。何それ、私も言いたかった。友情はワイヤレス、私も言いたかった。さきちゃん、明日また学校来てよ。翔子先生も心配してたし。絵は別にさきちゃんの好きにすればいいと思う。無理して描くものでもないし。ただ、今私たちに話してくれたこと、翔子先生にも話してあげて。わかったよ。それじゃ、待ってるからね。待ってるっす。やめちゃんも何か一言ある？何？wait！ いや、なぜか待つ英語で言っちゃうんだよな。オタクだから。それより私も言いたかった。友情はワイヤレス。打ち合わせしてほしかった。友情はワイヤレス。こんな夜中に屋上で物思いにふけるた、ちゃんと多感な高校生やってますな、私。それじゃ、待ってるからね。待ってるっす。やめちゃんも何か一言ある？何？wait！ ほんと、いい友達ですな。ちょっと、そこの君。ん？で、わ、だ
誰？何？いつからそこに？いつからって、ずっとじゃ。自爆で。生きとるわ、失礼な。ごめんなさい、おじいさん、誰？わしじゃ、わし。何それ、退化したオレオレ詐欺的なことをしようとしてます？しとらんわ、わしじゃ。わしの名前はわしよって言うんじゃ。ああ、自分のことを名前で言う系のおじいさんなんですね。かわいい。君、ちょっとモデルになってくれんかの。モデル？こんな夜中に絵の練習台になってくれって、詐欺じゃなくてもだいぶ変なおじいさんですよ。確かにそうかもしれんな。だが君があまりに浮かない顔をしていたもんで、気になってつい声をかけてしまったんじゃ。びっくりしたよ。本当に気づかなかったし。周りが見えなくなるくらい考え事でもしてたのかい？いや、何に悩んでるのかもわからない青春特有のやつだよ。夜風でも浴びたら答えが見えるかな、なんてさ。ははは、それは羨ましい限りじゃの。何か答えは見つけたかい？いや、自分語りみたいになるからいいよ。それなら老人はもってこいじゃよ。え？どうせ聞いてもすぐ忘れる。そっか。そうじゃよ。私もね、絵描くの好きなんだ。ほう、そうなのか。うん、自分で言うとキモいけど、絵が友達って感じでさ。絵が友達？変だよね。私、昔からなんだけど、なんていうか、人付き合いがちょっと苦手っていうか、つい余計なこと言っちゃう癖があってさ。初対面のわしに呪縛で言うてたからな。ごめんって。はは、気にしとらんよ。私こんなだからさ、小さい頃全然友達できなくてね。それでも自分の頭の中で描いた世界を絵に起こすと一人じゃない気がしたの。アニメってすごいんだよ。自由なの。空だって飛べるし、火の中だって走れるし、なんでもできるの。はは、確かにそうじゃな。それでね、高校入ったらアニメ作る部活やりたいと思ったんだけど、うちの学校なくてさ。そんじゃ作るしかないでしょ。まずは顧問になってくれる先生探しだと思って学校中を奔走したわけですよ。はあ、行動力があるの。それで顧問は見つかったのかい？それが全然ダメでさ。一応ルール上は部員一人でも部活は作れるけど、さすがにもう少し部員を集めたからにしろって。頭の固い大人じゃの。だよね、私もそう思う。でもね、一人だけいたの、ちゃんと私の絵を見てくれる先生が。先生、映像研究部の顧問になってください。え、映像研究部？私が？そう、さっき職員室でみんなに断られちゃった。だから先生やって。でも私絵とかそういうの全然わかんないよ。大丈夫。ねえ、これ見て。え、すごい、あなたが描いたの？うん、そう。すごい。部員は何人いるの？私だけ。一人だけ？うん、やっぱりダメ。うん、そっか。よし、わかった。いいよ。いいよ。顧問やってくれるの？いいよ。え、やった！なんで？なんでって。今なったから。なった？あなたもファン第一号に。それでね、その先生、翔ちゃんって言うんだけどね。翔ちゃんと部活作って、二日酔いの掃除機のアニメとか、空飛ぶ爪切りのアニメとか、家出したルンバのアニメとか、いろいろ作ってさ、楽しかったなぁ。はっはっは、どれも興味深いものじゃな。ほんと楽しかった。いつもすごいねーって、次も楽しみにしてるねって褒めてくれてさ、嬉しかったなー。いい先生じゃな。でもね、だから私絵描くのやめたの。ん？どういうことじゃ？わしボケとるんかの？今絵を描くのは楽しいって。うん、楽しい、すごく楽しい。きっと絵を描いてる時が一番幸せだと思う。でもだからやめたの。どうしてじゃ？意味あるのかなーと思ってさ。意味？きっと些細な理由なの。私が絵を好きな理由なんて、今思えば親にうまいねって言われたのがきっかけだった気もするし、描いてること自体が楽しいだけで、それを仮に仕事にしたいかって言われても正直よくわかんない。まして今なんて AI が絵描けちゃう時代なんだよ。しかもその AI が描いた絵がコンテストで優勝しちゃうくらいなの。それなのに人間が、まして私が絵を描く意味なんてないんじゃないかなーって。それでも顧問の先生は君の絵を楽しみにしてるんじゃないのかい？私ね、転校するの。転校？うん、親の仕事の関係で。まあ小さい頃からコロコロ学校変わってたし、それ自体は慣れっこなんだけどね。確かに翔ちゃんはきっと私の絵を待ってくれてる。でも、もうすぐ会えなくなっちゃうし、それも意味ないんだよ。ん？どうしてじゃ？え、だから、もう会えなくなっちゃうしさ、
誰にも届かない創作物なんて、カバの糞より役に立たないわけですよ。たとえ離れ離れになっても、心のつながりまでなくなってしまうとは、わしは思えんがの。大事なのは物理的距離だよ。私さ、全然友達いないながらも、小学3年生の時唯一親友がいたの。一個上の元藤くんって子でさ、私の絵をすっごい褒めてくれて、それでね、私が転校するってなった時、ワンワン泣きながら、転校してもまた遊ぼうね、連絡取り合おうねって言ったくせに、そんなの最初の1ヶ月だけ。今はもうとんと音沙汰なしですよ。物理的距離が離れたら、心の距離だって離れるんだよ。そうかな。なかなかごめんね。逆にわしおさんの話聞かせてよ。わしか？わしは特に何も。何にもないなんてことはないでしょうよ。どうしてこんな夜中に屋上で絵描いてるの？絵描きさん？いやいや、わしなんか全くのど素人でのそうなん？なんで？突然目覚めたの？はは、まさか。それじゃあどうして？君はこのマンションの屋上から見える夕日を見たことはあるかい？夕日？うん、あるよ。何？たあいない理由でね、妻にその夕日を絵で描いてと頼まれたんじゃ。綺麗ね。うん。この夕日、残しておきたいね。写真撮る？カメラ持ってる？違うよ。分かってないな。私たちにしか見えない景色として残したいの。なんだそれ。ねえ、絵描いてよ。この夕日の。俺が？俺絵なんて描けねえよ。ねえ、いいでしょ？これから先は長いんだもん。いつか、この夕日。絵で描いて私に見せて。はいはい、いつかね。いつかでいい。でも、約束だよ。はいはい。そりゃ随分な無茶ぶりだね。そうじゃろ？わしもそう思うよ。厳しい奥さんなの？どうかの。厳しくも優しく。だが妻の言葉はナスのトゲみたいでの。ナスのトゲ？ああ。痛いところをチクチク刺してくるんじゃ。やれ電気をつけっぱなしだの、テレビをつけっぱなしだの。しっかり尻に敷かれてますな。でもまあ、こんな夜中まで練習してさ、奥さんも喜んでるんじゃない？そうだといいがの。なんて言っとるかは聞こえんからの。え、どういうこと？妻は、文子はもう死んどるからの。あ、そう、ごめんなさい。何を謝る。むしろこんな老人の絵の練習に付き合ってくれてありがとう。いや、こちらこそ、話し相手になってくれてありがとう。そうじゃ、君はもう絵を描かんのかもしれんが、おすすめの動画を教えてあげよう。おすすめの動画？そうじゃ、欲しがいもなく YouTube とやらにハマってしまっての、絵の勉強をしようといろいろ漁ってたら見つけたんじゃ。へえ、なんてチャンネル？なんと言ったかの、これじゃ、先チャンネル。いやー、この人は本当に絵が上手くての、こんな風に描けたら楽しいんじゃろなーと思いながら見とるんじゃ。そうなんだ。なんか、ありがとう。なんじゃ？いや、なんでもないよ。じゃが、近頃全然動画を上げていなくての、楽しみに待っとるんじゃが。そっか。ちゃんと届いてたんだ。ん？さて、そろそろ私は帰るよ。わしおさんもぼちぼち寝た方がいいよ。ああ、気遣いありがとう。最後に一つ。ん？ナスのトゲの話をしたついでに、ナスの花言葉知っとるかい？ナスの花言葉？知らない。何？希望、真実、優美。ナスには荷が重そうな花言葉だね。ああ、そしてもう一つ。良い語らいじゃ。話せてよかったよ。うん、私も。さっきは変なこと言ってごめん。きっと夕日の絵、ちゃんと奥さんに届くよ。ははは、それは困るな。しっかり練習せんと。あと長生きしなね。さっきのチャンネル、きっと新しい動画出るからさ。そうか、それは楽しみじゃ。よし、書きますか。おはよう。って、うちが一番か。じゃ、本でも読んで待ってますか。あったー！うん、びっくりした。あ、おはよう。おはよう。昨日、みんなと話した。あのさ、ん？ごめん、私、ひどいこと言って。気にしてないよ。うちもごめん。あのさ、なんか、改まって聞くのもあれなんですが、みずきって呼んでも。もちろん、よろしくね、さきち。なんか、さきちみたいで嫌だな、それ。嘘、うちさきち好きだよ。まあ、私も好きだけどさ。おはよう。おはようっす。おはよう。おはよう。あ、二人とも仲直りしたの？仲直りって、ねえ。
別にうちら喧嘩してないもんね、佐吉。佐吉って佐吉みたいになんかいいね。ひなまでそれ言う。あれ、佐吉嫌い？いや、好きだけどさ。それじゃあ私も佐吉って呼ぼうかな。佐吉。佐吉。佐吉。ちょっと、今佐吉紛れてたでしょ。バレましたか。いや、遅刻して会話入るタイミング見失ってんだよな。オタクだから。私も行ってみるか。おはよう、佐吉。いや、ダメだ。あ、お前は呼ぶなよって思われそうで心がもたん。じゃ、ここはシンプルに。おはよう、ヤメさん。ヤッファイ！ヤッファイ。おはようございます。なんか、入らないの？今、ジャストで中にインしようとして思いたもりて。ん？じゃあ、入ろうか。おはよう、みんな。おはようございます。さきちゃん。おは、しょうちゃん。なんか久しぶりだね。こっちのセリフだよ。物質来なかったのはそっちでしょ。ごめんなさい。あのね、私、しょうちゃんに言いたいことがあるの。大丈夫。わかってるよ。来てくれただけで十分。絵は無理して描くものじゃないし、嫌ならやめたっていいと思うの。違うの。え？しょうちゃん。あと、あんこ、ひな、やめちゃん、みずき。ほい。なんだろう、なんだろう、なんだろう。無駄に胸がバックバック。みんなの残りの春休み、私にちょうだい。え？一体どういう？映像研究部、最後の作品を一緒に作ってほしいの。最後の作品？うん。私ね、やっぱり絵を描くのが好き。大好き。でもね、将来とか夢とか仕事とか、そういうの考えると、すごく無意味なものに思える瞬間もあるし、何やってんだろうってなることもある。でも、考えたけどやっぱり好きなの。だから、作りたい。今を込めた思い出の作品、みんなと作りたい。疲れる喜びより、嫌われる恐怖の方が大きいんだよ。どうせ離れ離れになるんなら、思い出なんていらない。身軽な方が旅に出やすいでしょ。さきちゃん。よく考えたら、思い出って非常食になりそうだなぁと思いましてね。旅のお供には必要でしょ。そうだね。ってことで、みんな、私と一緒に作品作ってほしいんだけど、どうかな。何急に自信なくしてんのよ。いや、振り回すだけ振り回しておいて、戻ってきたら戻ってきたで随分都合のいいこと言ってるなぁと、我に返ってしまい。うちはやるよ。え？まあ、絵は得意じゃないから役に立てるかはわかんないけどね。みずき。もちろん私も。同じく絵は自信ないけどね。うちも、魅力ながら手伝わせていただきやし。ひな、あんこ。あの、私に関しては本当に何の役にも立たない耳毛みたいな存在ですけども、それでもよろしければ手伝わせていただきたいと思っています。やめちゃん、みんなありがとう。ってことで、しょうちゃん、春休み付き合ってくれる？何言ってるの？当たり前でしょ？私は、あなたのファン第一号なんだから。決まりね。それで、作品って何作るの？アニメじゃないの？エモエモ感動ストーリーアニメみたいな。そんなダサいことしないよ。え？私、今まで一人でちまちまとアニメは作ってきたけどさ、今回はせっかくみんなと作れるんだ。みんなとしか作れないものを作りたいの。と、言うと？これ、しょうちゃん覚えてる？あ、いつかやりたいことリスト？いつかやりたいことリスト？そう、映像研究部作った時にね、いつか部員が入ってきたら、こういうのも作ってみたいなーっていうのを書き起こしたリスト。結局部員は一人も入ってこなかったし、すっかりこれの存在も忘れてたんだけどね。せっかくならこれの中からやりたい。いいね。なんて書いてあるの？ん？いろいろ書いてるよ。長編映画を作りたい。木獣だけでアニメを作りたい。一筆書きでアニメを作りたい。もう部員の数なんて関係ないね。大変そうだね。でも面白そう。言ってくれるね、あんこ。一筆書きアニメやるの？いな、それも面白そうだけどね。私がやりたいのは、これ！ん？ MV！ MV？ MV って、みずきちゃんビデオのやつじゃない？そう、MV！ ミュージックビデオ！そうだよね、ミュージックビデオだよね。ミュージックビデオを作るの？イエス！ずっとオリジナル曲で作りたかったの。でも私、曲は作れないし、諦めてたんだけど、ひな、曲作れるよね。え？私？うん。ほら、前、教室で歌ってたことあるでしょ。まあ、あれはノリで。またノリで作って。いけるかな？で、歌詞はやめちゃん。わかったよ！そんなの無理だよ！いけるよ。やめちゃんほど脳内会話の文字数多い人間いないし、絶対書ける。え、私の心の声聞こえてるの？で、みずきなんだけどさ、振り付けを考えてほしいの。振り付け？そう、ちょっとサビとかで踊らせたいなと思ってさ、それの振りを考えてほしい。なるほどね。いけるよ。任せて。うち、ギャルだし。
最後、あんこは私とひたすらアニメ作り、動く絵、描きまくるよ。任せとけ。私はなんかできることある？しょうちゃんは微笑みながら見守ってて。え、それだけ？部活の顧問ってそういうものでしょ？わかった。頑張ってね。よし、それじゃみんな、始めるよ。おう！ちょっとみずき、それ何？え、ラジオ体操の振り付け。違うよ。もっとギャルっぽいので頼むよ。ギャルっぽい？じゃあ、あれにするか。ミコは言ってたけど、どんな曲にすればいい？バラードとか？何言ってんの？かっけえ感じのやつにしよう。ロック的な？ジャンルなんて何でもいいよ。かっけえ感じ。歌詞とか書けないよ、私。大丈夫だってば。人からで歌いたくなるようなやつ、頼むよ。みんな、カレー作ったけど食べる？食べる！おいしい。先生、おかわり。うちも。はいはい、ちょっと待ってね。ほんとおいしい。けど、なんでカレーなの？いや、私、最近ジム通ってるんだけど、そこのトレーナーさんが大のカレー好きでね、おいしい作り方教えてもらったから、それで。こんな感じで、どう？それそれそれ、めっちゃいいよ。みずき、もう一回やって、書くから。っていう感じになったんだけど。ひな。あんたノリでやっていいレベル超えてるよ。めっちゃいいよ。最高。よかった。私も歌詞っていうか、独り言的な、っていうか、やっぱり私には無理というか、なんていうか。いい、いいよ。とってもいい。え、ほんと？シンプルだけど強い。ひなの曲とも合いそう。これでいこう、やめちゃん。大丈夫かな？問題は誰が歌うかだね。誰か歌える？いや、私は無理だよ。しょうちゃん、うんちだもんね。おい。誰か歌える人いないかなぁ。あ、うちいい人知ってるかも。本当？うん、森で路上ライブやってる人がいるの。森で路上ライブ？何それ？あ、あの人か。確かにあの人すごい歌うまかったもんね。まあよくわからんけど、じゃあその人に頼んでみようか。できた！お疲れ様。ほんとすごいよ。たったの一週間でよくここまで。いやー、みんなのおかげだよ。ありがとう。楽しかったよ。I'm fine, thank you, and you? いや、突然の教科書英語。うちも楽しかった。特別課題、呼ばれてよかったわ。まだ終わってないよ、みずき。この映像研究部最後の作品を公開しないと。さきちゃんの作品を待ってくれてる人に届けないとだもんね。うん。それじゃあ、せっかくだからさ、みんなで押さない？いいよ。押す。はい。では失礼して。はぁ、行くよ。ちょっと待って。どうしたの？あと、もうこれ押すだけなんじゃないの？そうなんだけど、さ、なんか急に怖くなってきた。怖い？何が？動画あげるの。え、なんで？いや、なんか、なんだろう。せっかくみんなで作ったものを、また心ないコメントとかで汚されたくないというか、シンプルに批判が怖い。さきちゃん。大丈夫だよ。そんなの怖くないって。怖いんだよ。怖いよ。たかがネットの声。所詮は文字の羅列。頭ではわかってるけど、それにいちいち振り回されるんだよ。いちいち悩まされるんだよ。それに別に無理してあげなくたって、みんなとの思い出作りって意味での作品はできたし。もうこれでいいんじゃないかなって。確かにね。私も無理してあげる必要はないと思う。もともと部の活動報告で動画を上げてただけだもんね。今となってはわざわざ世の中に発信しなくたっていい。このまま自分たちだけが見れる作品として留めておくのも一つの選択肢だと思う。でもね、できたら忘れないでいってほしい。私含め、あなたの作品が好きで、それを待ってる人がいることも。いやー、この人は本当に絵が上手くてのこんな風に描けたら楽しいんじゃろなーと思いながら見とるんじゃ。じゃが、近頃全然動画を上げていなくての、楽しみに待っとるんじゃが。翔ちゃん。でも、わかる気がする。え？あ、いや、と言っても、100% さきちゃんの気持ちがわかるわけではないけど。でもね、私は自分で何かを発信したりしないけど、SNS の住人だからネットの声は山ほど見てきてる。その中には確かに、どうしてこんなこと言うんだろうって言葉とか、私とは真逆の意見もたくさんある。でもね、それって、つまり、そのつながりが本物であることの証明だと思うの。つながり？そう。だって、どこの誰かもわからない人の言葉が届いてるんだよ。だったら、それは逆に、遠く離れてる人、顔のわからない人、まだ出会ったことのない人、そういう人たちともどこかでつながってるんだって。私はそう思うの。生意気にも、歌くのくせして。やめちゃん。
そうだよ。サキちゃんが転校しても、私たちの友情はワイヤレス。だから、このタイトルにしたんでしょ？うちらは目に見えないもので繋がってるっす。視力53万のあんこが言うとなんか変な感じだね。確かに。ありがとう。そうだね。いける？サキ。うん。大丈夫。行くよ。届け。電波。で不安になってきたの？いや、なんか初めてこういうのやったから、そわそわする。ひなちゃん、落ち着くのです。はい。吸って、吸って、吐いて。吸って、吸って、吐いて。いや、ラマーズ法。よし。それじゃみんな、無事公開もできたしさ。ん？みんなでスマブラでもやろうや。おぉ、いいね。やろうやろう。スマブラって何？みずき知らないのかよ。まあ、私が手取り足取り教えてあげますって。みんなでスマブラ？みんなでスマブラ？なんか青春っぽい。なんか青春っぽい。あ、あそこ。ん？どうしたの？あ、こ。ずっと向こうでコメントしようとしてくれてる人がいる。大丈夫？ひなちゃん。うん。大丈夫。花粉が。フィッシュ使う？あ、もらってもいい？はい、どうぞ。ありがとう。で、フィッシュ。フィッシュじゃなくてフィッシュ。フィッシュです。フィッシュが良かったな。何これ？またもらったの？うん、フィッシュ配りの人に。そっか。夕飯には困らないね。でも、調理が大変って母が。確かにね。鱗取るのとか大変そう。くしょ！あー、
もう鼻水と涙が止まらん。はい、ティッシュ。あったのか、ティッシュ。なぜ少し泳がせた？ティッシュなだけにね。ありがとう、助かる。それにしても、サキちゃんもすごい泣いてたね。泣いてたね。まあ、でもあれは私もびっくりしたよ。ね、びっくりした。まさかクラスのみんなまで見送りに来るなんてね。それじゃあまたね。いろいろありがとう。元気でね、サキちゃん。うちらのこと忘れるのよ。忘れたくても忘れられないよ。サキちゃん、これ、借りてたヒロアカ。あー、いいよ。まだ貸しといてあげる。え？次会った時にでも返してよ。それまでしっかり読み込んでおいて。うん、わかった。全セリフ言えるくらいには読み込んでおく。あ、泣いてる。え？いやいや、私泣いてないよ。何も一生の別れじゃありませんしね。ううん、サキちゃんじゃないよ。あ？じゃあ一体誰が？サキちゃーん！夢原さーん！え？なんであんたら。どうしてみんなが転校のこと知ってるんだろうと思ったけど、アカネちゃんがどこからか噂を聞きつけて、ヤナセのチャンネルに報告。あいつが動画にして、それを見てみんな駆けつけたんだってね。うちらのクラスっぽいですなぁ。確かにね、アカネちゃんっては本当に口軽いんだから。まあ、今回ばっかりはそれも良かったのかもしれないけどね。サキちゃんも嬉しそうだったし。みんな寂しそうだったもんね。佐々木くんなんて大泣きしてたね。あいつ見た目ヤンキーだけど、意外と優しいからね。おっすー、お待たせ。遅かったね。何してたの？ん？さっきの見送りみんなが集まってきちゃって、ちょっと先に言いそびれたことあったからさ、お手紙出してきた。お手紙書くんだよな、ギャルのくせして。っていうか、闇地も書くって言われて、まあ、私も書いたんですけどもね。言いそびれたこと？さっきさ、アニメ作ってる時に、AI にも絵は描けるし、私の代わりなんていくらでもいる、みたいなこと言ってたよ。ああ、それ私たちがさきちゃんの家に話しに行った時も言ってたの。世界には私より上手い人なんて山ほどいるし、今時 AI でだって絵は描けるしね。それが絵をやめた理由？まあ、変えなんていくらでもいるのよ。私が絵を描いたって描かなくたって、世界から戦争はなくなりゃしないし、税金だって安くならんのよ。確かに、うちもそうだなって思うの。意外と手厳しい現実的な発言するんだよな。心優しい水木ちゃんなのに。きっと、これからも AI の技術はどんどん進歩してさ、絵だって描けるし、曲だって描けるし、動画だってすごいのが作れるようになると思うの。そりゃ、うちらの代わりなんていっぱいいるよ。いいえ、おりませんとも、水木ちゃんの代わりなんて。でもね、これだけは先に言っておきたかったの。AI にも絵は描けるけど、愛のある絵を描けるのは、生きてるものだけだと思うよ。って。いいこと言うんだよな。愛を求めし水木ちゃんだから。そうだね。まあ、うち、愛が何なのかまだわからないんだけどさ。うわぁ、泣き疲れた。まったくよ、あんなにわらわら人の家に集まりやがってからに。とか言って、あんた嬉しかったくせに。うるさい。母さん、ティッシュない？はいはい、どうぞ。うん、ありがとう。母さん、何見てんの？これ、ハブさんの将棋。はーん、ほんと好きね、ハブさん。って、あ、よく考えたらハブさんも、生きるか。生きるか？うん、うん、気にしないで。私、もう少し絵続けてみるよ。うん。好きに好きなだけ描けばいいと思うよ。私はさきちゃんの新作楽しみにしてる。まあ、仕事になるかとか、そういうのはわからないし、また全然違うことにハマって絵はあっさりやめるかもしれんけどさ。それも全然いいと思う。教師の私が言うことじゃないかもしれないけど、この世界に正解なんてないしね。教師が言うことじゃないね。なら間違ってる回答にも罰つけちゃダメだよ。それとこれとは別。私、美術のことは何も教えられなかったし、本当にただの一ファンとして近くでさきちゃんの絵見てただけの顧問だったけど。おーすごい。すごい。わーすごい。しか言ってなかったもんね。本当にすごいなと思ったんだもん。ありがとう。でも、だから、最後くらいさ、国語の教師として、さきちゃんに一つ言葉を送ってもいいですか？お、翔ちゃんの特別授業っすか？そんな大それたものでもないけどね。ちょっといい？え、なんか書くの？いやいや、私の画力を知ってるでしょ。絵は描かないけど。これ。生。そう、生。生きるって字。この漢字、読み方が150種類以上あるって知ってた？アンミカ的なこと？あ、いや、白って200色暗伝的なことでは、あるか。あるな。うん。そういうことだね。生きるって字はさ、読み方がたくさんあるの。生きる、生？生まれる、誕生。あいにく。そうだね、あいにく。そんな感じで、生きるって字にはたくさんの読み方があるの。だからね、月並みの言い方だけど、生き方にはたくさんの選択肢があると思う。それゆえに迷うことも、選んだ道を間違えたと感じてしまうこともあるかもしれない。でも、きっと間違いなんてない。どうせ、最後はみんな死ぬんだし。何？いい話かと思ったら、突然怖いこと言うじゃん。ごめんごめん。でも、元でしょ？生きるにはたくさんの読み方があるけど、死には一つの読み方、死しかない。どんな道を通っても最後はみんな同じ答えにたどり着くの。
だから、どう生きたっていい。あなたの思うままに生きなさい。一つだけ言えることがあるとしたら、気持ちのいい後悔ができるあなただけの人生を生きなさい。はい、翔子先生。手間、これだけなんだけど。ありがとね、翔ちゃん。ん？映像研究部の顧問になってくれて。こちらこそ、誘ってくれてありがとう。ほんじゃ、そろそろ行くね。元気でね。さきちゃんも、たまには会いに来なね。どうだろう。いや、会いに来なさいよ。はいはい、来ますって。ほんじゃ、またね。明日も来るような別れ方ね。ゆくはるや、鳥鳴き魚の目は涙。松尾芭蕉。なんか違うね。やっぱり私らしく。新生活、迎えるみんなに、幸あれ。って、ちたらずか。視力53万だね。私には乗ってる人なんて見えないし、多分さきちゃんからも見えてないけど。届くかな？きっと届くよ。それじゃ、行くよ。はい！せーの。